ランピン親父です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は知りたい投資結果報告、イデコ投資信託、優待株の損益と優待株すべてお見せいたします。昨日現在ですね、の私の投資結果をご報告いたします。本日の簡単な振り返りですけども、今週、来週の株価についてということで、今週はね、大幅な動きもなくて、堅調にですね、日経平均株価推移いたしました。コロナが先行き不透明の中ですね、なかなかね、いい材料もない中ね、株価なんとか踏みとどまってるっていう言葉が正しいと思います。観光業、旅行業ね、相変わらず先行き不透明で、非常に、ね、手が出しづらいところになっております。で、私のね、イデコの損益ですね、こちら意外に好調でして、もうコロナショック以来ですね、徐々に株価戻しておりましてね、非常に、堅調に推移しております。あと、投資信託ね、わずかですけども、こちらもご報告したいと思います。あとね、保有優待銘柄ね、本日すべてお見せいたしますんでね、ぜひ皆さん参考にしていってください。それでは行ってみましょう。今週の出来事ですね。すいません。一つ忘れてましたね。とりあえず暑いですね、皆さん。ね、この暑さ、雨が全く降らなくなりましたね。本日もね、非常に名古屋の方は暑いです。もう35度超えております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、雨がね、全然降らないですね。梅雨明けね、するまではね、すんごい雨が長かったんですけどもね、ぱったり止まったらね、8月のお盆の前の週からずっとですね、雨降っておりませんね。こちらがね、どんな業績、どんなね、株価に影響するかね、よく考えて、ちょっと考えてみるのも楽しいかなと思います。それからですね、業績悪化による減配解約のリスクということでね、私一つ驚いたのはトラスコ中山ですね。トラスコ中山の株主優待がですね、なくなるということをね、発表がありましたね、今週。ちょっと驚きでしたね。そんなにですね、業績の方は悪化してないんですけども、やはりですね、業績も悪くないんですけども、この株主優待が負担になっているということで、解約になりました。それからですね、コロナの勝ち組による、あ、コロナ、コロナによる世界不安ということで、ね、まだまだワクチンがね、見通しが立っておりませんのでね、いつまで続くのかということでね、WHO なんかは2年以内とかいう発表をしましたけども、これが2年続くのかよと思うとですね、ちょっとね、現金を手元に置いといた方がいいのかなとか思っちゃいます。あとですね、コロナとはいえですね、勝ち組、負け組、だいぶ分かれてきましたね。ですね、やっぱり食料品、あとドラッグストア系は強いですね。非常に強いです。あとね、IT 関係、あとリモートワーク関係ですね。やっぱり、この辺をね、しっかり見定めていきたいところです。負け組の方ですね、どれだけ踏ん張れるかというところとですね、あと外食産業、観光業、ホテル業界ですね、こちらはちょっとね、いくら安くても私は手を出せないかなと思っております。それでは見ていきましょう。私のですね、個人型確定拠出年金です。こちらはですね、2018年の3月から毎月2万3000円積み立てております。私、普通の会社員ですのでね、2万3000円が上限となっておりますんでね、上限いっぱい2万3000円積み立てた金額はこちらでね、時価評価額が74万5000、運用利回り7.04とね、非常に優秀な成績になっております。で、コロナショック後の時はですね、マイナス10%まで落ちておりましたがね、そこから3月から徐々に戻してですね、最近ではこの数値で落ち着いております。
でね、こちらの方ですね、内訳が見たいというね、コメントの方ありましたんで、本日ね、こちらの細かい方もですね、どういうところに、つぎ込んでるかをちょっと見ていきたいと思いますので、次のページに載せてあります。国内株式、外国株式という、ね、比率はこういう感じなんですけども、詳しく中身がですね、こちらのページになります。ね、外国株式がですね、楽天の全米株式ですね、インデックスファンド。で、国内株式が田原のオールオールドですね。で、ターゲットイヤーの2040ですね、これも楽天です。で、国内外株式バランス型、まあ、定期預金、国内株式と、まあ、いろいろありますけども、今主にかけているのがですね、こちらの上の2つですね。で、まあ、成績も優秀ですけども、こちらね、リスクもあります。やはりね、コロナショックの時ね、非常に落ち込んだのが上2つでしたので、非常に、リスクは高いかなと思います。で、意外にいいのはですね、このターゲットイヤーですね。2040年の時にピークに持っていくような感じらしいんですけども、ね、こちらは非常にね、ちょっと注目したいと思います。あとね、私はこの定期預金をやめときゃよかったな。すぐ1ヶ月しかかけてないと思うんですけども、ね、こちらをやるぐらいだったらね、イデコでやるのはなんかもったいない感じがいたします。ね、で、最近、田原のオールオールドですね、あんまり成績が良くないんですけども、ね、で、こちらはいいんですけどもね、田原のオールオールドがね、昔みたいな勢いがないように思います。あとね、なんかおすすめ、あとですね、こんなのあるよっていうのあったらぜひ教えていただけ、今、私の保有商品はこちらが以上となります。それではですね、次は、イデコの次はですね、投資信託ですね。投資信託ね、毎月私、ひふみプラスが、毎月1000円ですね。あ、500円です。すいません。で、イーマキシススリムですね。の米国株式が毎月こちらは500円。あ、違うな。こちらが1000円ですね。すいません。こちらまだ始めてね、2ヶ月、上が2ヶ月、こちら、上が3ヶ月、下が2ヶ月となっております。ね、掛け金も少ないので、500円と1000円ですのでね、まあ、こんなもんかな。まあ、プラスになってるのでね、非常に優秀かなと思います。このね、eMAXIS Slim、非常に人気があるそうです。あとですね、この分配金コースっていうのは、私これよく読んでなかったんですけども、まあ、貯金の意味をね、兼ねてやっているので、私ね、こちら受け取り型にしとるんですけども、こちらね、先ほど私、再投資型に変えました。なのでね、儲かった分もそのまま、投資するという感じにしましたんでね、投資信託、こちらね、初心者の方非常におすすめです。私ね、こちらもうちょっと掛け金多くしたいんですけどもね、給料と、お小遣いの、ですね、まあ、金を見て徐々に増やしていきたいなと思います。現在の評価合計金額はですね、まあ、3500円投資してプラス183円ということで、まあ、プラスになっているのでいいのかなと思います。それではね、注目のですね、国内株式の、優待目的で持っている株式の一覧表をご覧になってください。こちらですね。まあ、合計なんですけれども、損益評価がですね、プラス33万ということで、非常に優秀になっております。ですね、この実現損益、実は私今月ですね、トリドールですね。トリドールを300株持ってましたんで、100株ね、売りました。あまりね、100株、200株だとメリットあるんですけど、300株だとあんまりメリットないのでね、プラスになったところで、売りました。買った時よりね、プラスになっていたので、100株売りました。それなので多少利益が出ているというところです。それでは、株式のですね、銘柄の方を見ていきましょう。ね、こちらはタマホームからずらーっとね、こちらがね、時価評価額と評価額ですね。これ買った金額の時に対してプラス3925円ということで、こちらが、金曜日の終値になります。
で、下の数字、赤い数字は前日比ですね。で、こちらが私の買った金額になります。で、買った金額とですね、まあ、ここの現在地の差額がここに出てきております。それを見るとですね、やっぱギグワークスがプラス7万円と、ね、これ非常にもう売りたくなりそうなんですけども、1200円で買って、もう今1900円ということで、これね、今ちょっと売ろうか迷っているところです。あとね、大きいところでいきますとね、意外に期待してなかったこの DCM ですね、私、先月、6月か7月に押していたね、DCM。こちらね、私の友人ね、結構ね、買いましてね、大儲けしたそうです。で、こちら手堅いですね。今も業績好調です。あとちょっとね、この、日本タバコ産業 JT ですね。こちら値上げの発表がありましたね、タバコの。それがどう出るかですね。こちらちょっと注目していきたいと思います。あとね、この大水ですね。私、この大水さんのですね、株主優待が本日届きました。本日届きましたんでね、ぜひね、今週中にですね、そちらの動画上げたいと思いますんでね、期待していてください。あとね、この日経もですね、確かなんか封筒が切ってたような気がします。あと先ほど言ったね、このトリドールですね、丸亀製麺ですね、ここ。300株持ってたんですけども、100株売ったんで200株になっております。ね。これ、まあ、微々たるもんですけども、プラスになりましたね。まあ、全体的に見ると大きな、マイナスはないようです。で、もう1ページあります。で、こちらですね。で、まあ、私ね、これ、おすすめがですね、コメダですね。コメダね、これ今非常に安いな、かなと思っております。コメダね、まあ、外食産業といえば外食産業なんですけども、皆さんご存知の喫茶店なんですけども、まあ、ね、そんなにコロナに影響はありながらもですね、非常に手堅い会社なので、こちらね、おすすめです。あと見ていきますとね、この日本モーゲージサービスですね、こちら、住宅金融高校ですかね、の貸し付けの会社なんですけども、こちらがですね、株式の分割を発表しまして、来週あります。なので、これ、金額も半分になるんですけど、株式が倍になりますね。400株に来週になります。それで、ね、株式分割を発表した途端ですね、爆上げしましてですね、私、この株だけで12万プラスになっております。ね、これね、私、この12万欲しいんですけどね、これね、非常にここですね、優待も配当もいいのでね、今ちょっと非常に迷っております。ただね、ですね、優待がですね、確かこれ300株からになるそうなので、変更になりましたんで、今200株持ってますんで、株式分割で400株になるので、ですね、私100株、それから売ろうかなと、個人的には思っております。なので、皆さん100株しか持ってない方ね、これ非常に残念なんですけども、ね、まあ、売るか買い足すかね、しないと優待を受けれないので、7192の日本モーゲージサービスですね、注意が必要です。あと、まあ、見ていきますと、みずほリースですね。みずほリースが意外にですね、またね、なぜか今週爆上げしましたね。ちょっと私、これ理由わかりませんが、ちょっとね、これ理由調べてみたいと思います。あとね、オリックス相変わらず安いです。1200円台ですね。私も1245円で拾ったんですけども、まだ1200円台なのでね、オリックスも非常に私おすすめですね。あとね、吉野家ですね。吉野家はですね、まあ、ちょっとですね、やっぱり全国的に見るとですね、やっぱり都心の、店が多いということでね、その影響でやっぱりリモートの方が増えて、お昼時に、ね、書き入れ時に入らなかったということでね、業績落ちてるようですけども、ですね、他の外食産業に比べて、まあ、比較的まだね、お持ち帰りもできますしね、いいのかなと思います。しかしながらですね、すき家と比べるとやっぱりすき家の方が好調なようです。すき家の方がですね、全国的に見て、店の店舗形態がですね、出店の
場所ですね。すき家はやっぱりね、郊外型。吉野家はやっぱりですね、都市型なので、都市型のね、サラリーマンが入りやすい吉野家がね、店店舗が多いもんですから、それの影響を受けてしまったということで下がっておりますが、今ね、若干円高に動いておりますんでね、円高になるとですね、吉野家は、お肉ですね、お肉を輸入するときに、ね、円高になると、その分ですね、利益に回せるのでね、円高になると吉野家っていうのは業績が上がる傾向にあります。あとはですね、こちら投資信託は先ほどこれご報告した通りになりますね。それぐらいですかね。あとやっぱり電気関係、IT 関係でいうと富士電機が強いですね。富士電機はそんなに下がりませんね。あとはですね、まあ、メイコーネットワークジャパンはちょっとこれですね、先月ぐらいに解約を発表したので、下がっておりますね。それぐらいですかね。では来週の動きを見ていきましょう。ね、やっぱり注目は、IT グロース株ですね。5G 系とかですね、リモート系を狙っていきたい。あとですね、懸念されるところではですね、ファーウェイですね。ファーウェイに関連する国、それからファーウェイを採用している企業ですね。こちらは非常に私は危険だと思います。ね、やっぱりアメリカの言うことを聞かないとですね、ちょっとね、アメリカの仲間にはなれないというかね、アメリカを敵に回すっていうのは非常にリスクがありますんでね、ちょっとファーウェイの方をよく調べていただいてね、ファーウェイに関連する会社、ファーウェイを採用している会社、国ですね、こちらを見極めたいと思います。あと、それに関連して、米中摩擦ですね。こちらが貿易摩擦になるのか、軍事摩擦になるのかね。こちらもですね、まあ、アメリカも大統領選も控えておりますんでね、こちら、アメリカの株価にね、かなり日本株影響されますんで、こちらをね、非常に注視して、私は見ていきたいと思います。本日も最後までご清聴ありがとうございました。ですね、コメント、ぜひね、皆さんのコメントをお待ちしております。難品親父でした。